じのこと。やっぱり何がモヤモヤなの？私今じゃあ本当に何も分かんないとするでしょ、はい、モヤモヤの要因が。でも何を考えてモヤモヤなんだろうって自分の思い当たることを全部書き出してみるの。全部書き出してみて、でその中で何となくヒットするものがあったら、じゃあこれの何がモヤモヤするんだろう、それをもっと掘り下げていく。じゃあこれ何が嫌、あのモヤモヤのその要因って、まあやりたいなと思うものって絶対モヤモヤしないでしょ。しないで。そうじゃないものに関してモヤモヤがあるわけですよ、あと心配事であるとか、はいはい、でその中の区分け方としては、心配しても例えば心配なんとなくこう未来に対しての不安であるとか、いろいろなものがあるとしても、その中で整理するのはね、心配とかこうモヤモヤするその部分で、心配してもいいことと、要するにしょうがないことと、それをまず区分けするの。はいはいはい。